じゃあ私たちお願いします。皆さんありがとうございます。今橋本社長がおっしゃったコジマジックさんは私すいません知らないすいません、まあ、テレビとか YouTube とかの意味でググらせていただきます。はい、今日は皆さんお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。早速お話を始めていただきさせていただきたいんですけど、ちょっと一つだけすいません、私2月にドバイ行ってたんですけど、ドバイで交通事故にあって、その1週間後に日本で本当に衝撃中の日本で交通事故にあって、でちょっとコルセットとかいっぱいしているので全然元気なんですけど、コルセットとかしていて体中湿布だらけで、お医者さんからのヒールを履くなと言われてるのですいません、ちょっとラフな格好で今日は失礼させていただきます。よろしくお願いいたします。でまず自己紹介からさせていただきたいなと思ってるんですけど、私のことを知ってる方もお会いしたことがある方もたくさんいらっしゃるんですけど、初めましての方もいるので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思うんですが、多分今日来てくださった方って多分ほとんどX とかTwitter とかブログとかそういった SNS で私のことを知ってくださった方がすごく多いなと思うので、X の Twitter、旧 Twitter ですね、の私のプロフィールを見ていただきながらお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、ここに書いてあるご存知やってらっしゃる方は分かると思うんですけど、プロフィールって文字制限があるので全部書けないので、ここに書いてないことを中心に自己紹介させていただいて、でなんで私がその人脈を、たくさん作ることができたのかなっていうお話をできたらなというふうに思っています。でここに書いてある通りに段ボール箱に人脈のってこう書いてあるんですけど、段ボール箱を机にして人脈を日本で作ったっていうふうに書いてあるんですけど、私が初めてこう人脈を作った段階で本当に初期の頃お会いした方もお世話になってる方も今日来てくださっていて、最近ご縁があっていろいろなことから仲良くさせていただいている経営者の方とか、うちのオンラインサロンのメンバーさんとかも今日たくさん来てくださってますし、動画でもアーカイブでも見ていただけるっていう風になってるんですけど、もともと私は東京生まれの東京育ちです。で港区生まれの港区育ちで学校も全部港区なので、日本に戻ってきた時にちょっと13年アメリカにいたので私のいきさつを知ってる方もいると思うんですが、 SNS をある時見ていたら、私は港区在住ですってこのプロフィールに書いてる人がいたんですよ。で港区在住えってちょっと正直分からなくて意味が、でそれって自分のプライベートを全部 SNS で明かしているので、どこに住んでるかって書くって危ないんじゃないのってある時友達に言ったんです。そしたら、いや多分きっとそれは港区に住んでるってことが自慢してるんじゃないって言われたんですよ、友達に。意味が分からなくて、そんなこと言ったら私港区生まれの港区育ちで学校も全部港区だから、私みたいな人って港区女子って言うんじゃないのって言ったんですよ。そしたら絶対に、あこちゃん港区女子って言ったらダメよって言われて、意味が分からなくて、そのお友達に港区女子の意味を教えてもらったぐらい、港区女子の意味が分からなかったぐらいの状態で日本に帰ってきました。なので本当に人脈もゼロで誰一人知り合いがいない中、今の状況に至ってるんですけれども、もともと今もお話しした通り東京生まれの東京育ちです。で、父方の祖父も母方の祖父も亡くなった父も全員経営者でした。なので経営者一家に育ちました。そして母と、それから亡くなった祖母は華道と茶道の師範をしていたので、いわゆる先生と呼ばれるお仕事をしてたんですね。なので私の身内は全員男性は経営者、それから女性は全員先生と呼ばれるお仕事をしていて、で私の中でそれがすごく普通で当たり前だったので、今から考えるとちょっと特殊な家庭だったかもしれないんですけど、私の中ではそれが普通の状況で、幼少期を過ごして、で学生時代も過ごして、それが当たり前っていう環境の中で生活をしていました。で、20歳で、結婚して21歳で長女を産みました。23歳で息子を産んだんですけれども、まあそうやって考えると順風満帆に育ったようなふうに思われるかもしれないんですが、実はその、息子が生後6ヶ月の時に、元夫ですね、もう離婚してるので元夫なんですけど、元夫がまなちゃんの好きなリボースね、リボースね、はい、はい、しているので、23歳の時にちょうど、息子が生後6ヶ月の時に元夫が交通事故に遭って生死の境をさまようということで、とても本当に大きな事故にあって、まあ、23歳の時に今晩が峠ですっていうふうに言われたんですね、元夫がね。でそこから意識が戻るまで大体1ヶ月ぐらいだったかな。